おそらく鳥山明 AI って作れると思います。鳥山明さんが AI で蘇るという時代に今。まあ皆さん多分ゼロ校にいたので普通の高校生とかとはまたちょっと違った違った雰囲気というかで高校生活をやってきたと思いますが普通の高校生よりはなんか世の中と少しは関われてるのかなって思うんですけど これ、割とこうギャップがあって、まあゼロ校の入学式とか、まあいろんなイベントとかでもこういう話はいつもしてるんですけど、まあ社会は、まあ特に成人してからはめちゃくちゃ厳しいですね。なんでかっていうと自分で金稼がなきゃいけないし、それで生活しなきゃいけないのが前提になってくるので、まあ割とそれってプレッシャーなんですよね。 まあ、最悪生活保護っていう制度はこの国にはありますけど、プライド的にもいろんな意味でもですね、生活保護にはなりたくないなとか多分思ってると思うので、金稼がなきゃみたいなプレッシャーがのしかかってきます。これは保護者がいて、衣食住を親になんか、何不自由なくさせてもらってる時からは、もういきなりそれが落差として断絶があるので、まあかなり厳しいと思います。まあ、ゼロ高はそれを、 少しでもそのショックを和らげようという意味もあって作っているところなので、ただとはいえショックはあると思うので、ショックに耐えるというか、備える、そういった気構えが必要になってくるんではないかなと思います。まあそれが一つ。で、もう一つは、やっぱり AI の話を皆さんは考えなければいけないと思う。世の中の人たちが思っているほど AI って、 皆さん多分過小評価してると思う。相当。今の、その AI の進化は、とてつもなくすごい進化をしました。特に、あの、チャット GPT、まあ、3.5とか4とかが出てきたあたりから、まあ、AGI って言って、いわゆる日本語で言うと汎用 AI。つまり、人間。人間と同じ知能を持った、 機械が生まれてきたっていうふうに考えてください。まあ AI の進化は13年ぐらい前の、えー、ディープラーニングっていう人間のニューラルネットワークをシミュレートして作られた主に認知ですね。音声とか映像とかそういったものを理解する AI が作られてまあそれが呼び水というか大きな大きな技術的な革新であってまあそこから認知だけじゃなくて その汎用的な AI が作れるんじゃないかっていう研究をし始めた人たちがいて、まあ Google の AI の研究所でそれは研究、あの開発されたんですが、トランスフォーマーっていう技術ができてきましたと。で、トランスフォーマーは大規模言語モデル LLM、ラージランゲッチモデルっていうものを作って、小学校の時にある穴埋めドリルを AI にやらせたら賢くなったって話です。それもパラメータ数が少ないうちは、 線形といって、まあ、うん、y イコールの x みたいな線で進化していったのが、突然、非線形って言って、<laughs> あのこう、ギュイン、指数関数みたいにドーンって上がって、えー、く瞬間が、LLM の、まあ、パラメータ数を、えー、増やしたら、あの、ある式揮位置を超えたら、めちゃくちゃ賢くなったっていうのが、まあ、今の GPT とか。 GPT-3 から3.5の間でそういった変化が大きい、もう4とかになったら、まあ下手すると、まあ今は人間の知能の平均値を超えたっていうふうに言われてますけど、AI なのか人間なのかも、少なくともそのテキストとかのやり取りをしてる分には、例えばチャットのやり取りをしてる分には、もう人間かどうか多分区別がつかなくなってる人は相当いると思います。 もちろん区別がつく人もいるんですけど、それは知能レベルというのはグラデーションなので、低い人もいれば高い人もいるので、それも分野ごとに違うし、一概には言えないんだけれども、平均的には AGI ができる入り口に僕たちは立っているというふうに、これは理解する必要がある。AI が得意そうな分野って多分どん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 広がっていくと思います。特にホワイトカラーがやっている事務職というのは AI がどんどん置き換えていく仕事ですね。だから、 なんか仕事を探すときに同じ給料でも都心のオフィスビルでパソコンカチカチやるみたいな仕事っていうのはどんどん減っていくっていうトレン、長期トレンドで見るとそうなるし昔からの惰性でずっと続けてたんだけどいきなりある、ある局面が来るとその仕事がガバッとなくなるとうそういうことも考えておいた方がいいかな。で、汎用型 AI のすごいところは全てその LLM がなんだろう文章チャットだけじゃなくて 例えば、クリエイターの仕事もバッて言ってますよね、まあ。例えば、ウェブサイトの差し絵みたいな。今までなんかイラスト屋とか使ってたようなところで、イラスト屋すらいらなくなって、チャット GPT にこんな絵描いてって言ったら、描いてくれますからね。で、ちょっとプロンプト工夫したら、大体思い描いたというか、僕たちが欲しい絵が多分出てきます。まあね、先日、あの漫画家の鳥山明さん、ドラゴンボールとか描いた、亡くなられましたけど、おそらく、 鳥山明 AI って作れると思うジャンプはそうね週刊少年ジャンプは多分そういったこと考えてるかも鳥山明さんの絵とか彼のクリエイティブのまあデータとかを入れると鳥山明さんが AI で蘇るという時代に今来てます皆さんは画像だけじゃなくて動画の世界も出てきてるとこの間オープン AI がえっと開発したソラっていうえ動画 を生成するシステム、見ましたけど、すごいクオリティ高かったです。でも、文字から動画を作ることがすごいんじゃなくて、これ動画から動画も作れるんで、例えば、映画の危険なアクションシーンをスタントマンがやるんですけど、スタントマンの顔を例えばトム・クルーズに変えるとか、そういったことは多分、めちゃくちゃ得意だと思います。即、映画のクオリティで、そういったものができるようになってくる。 まあそんな時代に僕たちは生きてると。で、これはもうそういった映像とか動画とかね、そういったものだけじゃなくて、最近は人型ロボットとかも LLM で学習してます。例えばサッカー、まあフットサルみたいなものを、ただまあロボット2台がボールを蹴り合うみたいなことをやらせると、勝手に学習して、勝手にサッカーのゲームをする。だどっちが先にというか、あの、相手側の,あのゴールに、 ボーールをどれれれだけ入れられるかのゲームなんですよとでこういうことしたらダメですよっていうのさえをルールさえ教えれば勝手に球を蹴り始めてどんどん賢くなっていくっていうことがもうすでに研究されてますだからサッカー選手が全部 AI になってもおかしくない人間がやるサッカーと機械がやるサッカーみたいな世界も多分出てくると思うまあみたいな話の時代に皆さんはたまたま高校卒業したんで、まあ、これを そのポジティブに捉えるかネガティブに捉えるかと思うんですけど、まあ、僕はポジティブに捉えた方がいいのかなと思います。まあ、これまでのその機械と人間の共存の仕方を見てると、まあそういう風うになるんじゃないかなと思ってるんですね。だからむしろこう。 自分がどん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 自分のできることが広がっていく。これまででき、ね、一人じゃできなかったようなことまでやってくるっていうような、やってくれるっていうような時代に来てるということで、まあ、そこにすごく興味を持った方がいいのかなと思います。意外と人間って情報を取るのがすごく得意じゃない人が多い。あるいは情報を取っても動こうとしない人たちがすごく多いと思います。皆さんゼロコにいたんで、まあ、普通の人よりはマシかな。 では思いますけれども、それでもやっぱり、まあでもじょ情報は民主化しているので、インターネットとかスマホによって情報を民主化してるんで、誰でもその気になれば世界最先端のものに触れることは可能になってます。なので、そういったアドバンテージを生かしてですね、これからの人生を歩んでほしいなと。 思います。まあ、ということで、これからの人生生きていく上で大事なのはやっぱりそのポジティブさだったりとかするんで、ポジティブさってでも何から出てくるのか。まだ AI にないものって何かっていうと、こう、内臓とのつながり、自律神経系っていうところがないんですよね。なんかモチベーションの源泉ってやっぱ腹の中から出てくるんですよ。なんか体調悪い時ってやる気がなくなるじゃないですか。ああ、もう何もしたくないなって思うこと多分あると思うんですけど、僕はあんまりないんですよ。病気にならないからそんなに。でも、この間インフルエンザになって、 ちょっとだけ熱出て、ああ、もう今日はなんか仕事したくねえなって思いましたよ。だから、体をね、大事にするというのはすごく必要で。ただ、その、体って、もっと生まれた遺伝子の強さってあるんですよ。で、もっと生まれた遺伝子の強さが弱い人も残念ながらいるんですよ。で、自分が、ああ、私は遺伝子やっぱり弱いなって思ったら、これもどうにもなんないんですよ。なので、無理をしない。 そういう人は無理をしない。そういう人無理をするとうつ病になっちゃったりとかするんで、そういう人たちよく見てきました。うつ病になったりとかするんで無理はしない。あと、まあ皆さんまだ若いんで、その体力の差が出にくいと思うんですけど、まあ出にくい間に何か成果を上げた方がいい。 何か自分が自信がつくようなこととか、ほんと小さいことでもいいんで、何か成功体験をつけるとかってことは、早いうちにやった方がいいです。40代とか50代になっちゃうと、そのなんか遺伝子の差みたいなのが如実に現れてくるんで、かわいそうになります。もうそうなっちゃうと、やる気が出る日が少なくなってくんで、どん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 。俺の人生もこれでいいやってなっちゃいます。だから、 そうならないうちにですね、やりたいことやっておいた方がいいと思います。残された時間は意外と少なくて、もうほんと10年とか、そのスパンで考えないとすぐ30代になっちゃうんで、そうすると遺伝子の差がすごく出てきて、どんどん差がついちゃうっていうことにもなりかねないので、皆さんそこは注意して、でゼロ校にまだいる人たちは、いる間に何かやった方がいいと思います。 卒業しちゃうとね、大体自分の力で生きていかなければいけない人たちもいると思うんで。あとですね、辛い時とか困った時は素直に人に頼りましょう。人に頼るのは悪いことじゃないし、恥ずかしいことでもないので、あの、ぜひ困った時は誰かに頼ってください。頼られたら迷惑なんじゃねえかと思われるかもしれないですが、頼られる人は実は嬉しいんですよ。自分は頼られる人にやったんだと思って、 なんか、しょうがねえなんて言いながら、あの、支援してくれたりとかするんで、困った時は人に頼る。まあ、これも忘れないでください。ということで、これからの人生頑張ってください。以上です。